ええ、大鳥圭ケ介ケで写真だな。あのあ、なんとか、なんとか、何やったかな。宝石販売ってあるでしょ。あれは儲かりますせ。ほいで、宝石販売、喋るちゃう難しいよね。あのね、俺明日のお嬢さんフェイスブックで引っ掛けたんですわ。300坪ね。66層。その人に、あの、別に皆さんが儲かってて、 別に1億円儲けろが10億円儲けろが喋るけどね。俺に何も関係ないから。ええー、と、な、な、なだな、坂口ゃんには喋ったけど、これストップ。坂口ゃんに負けたな。それがね、あのね、タコハあの、宝石販売ってあってね、スリランガとかね、俺から喋ったんかな宝石、スリランガとかベトナムにね、 あの、原石売ってますって野菜みたいに売っとんですは調べてください。原石、スリランカ、ベトナムっ、ザーッと。これで、ルビーとか、メルカリで売ってるでしょとにかく安い。それをね、あの、なんつうかな、教えるわけじゃないけど、それを、輸入じゃない。それをメルカリとかで買って、で、ヤフ,ヤフーショッピング買って。こいでね、あれ見たらね、多分家でもできると思う。あの、 皆さんこれ教えたらば、ジミツをって調べてください。ジミツをね、カジのカジのカジカジのね、ジミツを。これの話高いなああそう。これね、聞いたからってね、誰も実行しない。俺はなぜこれを言うかというとね、ええね、そこ100枚書いてるんですよ、100枚。110も105枚ぐらい。もう金にぼちぼちになるからね。だから、 えーとね。それとね、夢がものすごいから、2年前からなんかあるんですわ。桜バの夢とかね。宝打ちやった人は、それはいいんだけど。それでね、かじみつおっていう人はね、ビル一棟建て持ってます。さて何年もかりましたか。かじみつおでヤフオクでね、宝石検索してください。40何万のルビーとかね、ずらーっと100個か200個並んでますそれで家建てたんです。いや、ビル建てたんです。 それね、俺がね、えーとね、今インターネット経由20年やな。20年前ぐらいにね、情報仕入れたんですよ。なんかで。テレビかなんかなテレビかなんかな手菓か。俺昔から情報仕入れ好きやから、俺。<laughs> それで、ビルの1階、2階が、ま、荒焼キャリーじゃないけど、2、3階全部持ってます。自宅です、それ。それでね、俺調べたんですよ。その、俺もやるって決めてね。 なぜ出したかってさっきも言った通り、絵描いてるから金入ってきそうやからね。まあそっちの方動いてないけど <coughs>。なんてかな。機械ね、あの、研磨の機械あるでしょ。なんかね、1万5千円で売っとったんですわ。これで小判やパーやったら音するからダメんでね。工房がないとダメやけど、インターネット機械はダメだな。公園でやるわけかから。今電源があるからね。1 0 0トの電源も、あの、ダイソーからなんか出取るらしいですよ。1番ぐらいで。 それ持っていて、キーンってそれ時間がないの無理やな。待っていけるから。初手持っていったら、気がつくの <laughs> <laughs> だからうちでやってね、隅っこでキーンってやったらね、それはね、あれね、ルビーね、悪いけどね、例えば100個ぐらいだとするでしょ、小前の。他のつみ先ぐらいの。あれ1万ぐらい売ってるんですわ。それを10万、20万で売るの。台座を売ってます。だからこんな話知らんでしょだからもっと大きく言えばね、宝石商だった人もるんですわ。 旦那したからなの。スリランカと言ってね。それで、持って帰って。それで、日本であれして、宝石集出来上がり。それで一台切り出人もおると思うんです。それは知らんけどね。多分あると思う。だから俺はぼちぼちね。それで、溢れるトちょっと残っとるけど、総合以外いね。これね、皆さんもう一つ教える。蝶の前で、蝶の蝶ね。前ってあるんですわ。蝶の前ね。前の前。ええー、まあ、くると前,前の前ね。 その人ね、主治医に内緒で2億稼ぎましたって本なんですわ。これで、相互依頼ってね、溢れトって人しょ知らん人んけど。?URL をね、お願いしますって、その、メルマが1万人か2万人の人に振ったらしいんですわ。で女やからオッケーしてくれたけどね。俺男でね、その、今まで50人ぐらい振っとんか、50人、100人。一人も来ない。だからそれ振る,振るとね、俺も金入るんだけどね。 だからそっちの方がお宿りになってるんですとは。それを1万人までやったらいいんだけど。それとあと、芸能人に振っとるけどね、音も沙汰もなし <coughs>。多分ブログの URL の姿も知らないしね。<coughs> 何か感か覚かやってます。で、こないだね、札ササバの夢見たんだぞ。札バ大したことないてだな。パチンコ皆さん教えとパチンコ買った指は逆夢でね、もう貧乏になるちこと。 あれ反対。それでね、サスタバの夢ってね、最初ね、5円、10円と500円出てきたやつはタバすってれたら。結構な飛ばすっての。<laughs> そしたらね、宝くじ当たりそうな勢いって。それとね、昨日ね、なんかね、女の一の夢もいいけど、遊楽の夢、買収の夢も人間関係広がるとかね。クーラーの夢も人間関係開くとかね。これだからそんなとこにオンですわ。まだあったら、<laughs> まあいろいろあるけど、引っ越しの夢しそう。 ちょっっとと焦ってるとかでだからこれを始めるにはそんな金いませんよ。3DS、あの、<や>ヤフオクでね。小銭稼ごうと思ったらね、<laughs> あの、第一タクシーの,あの社長じゃないけど、100歳で、昔20、30歳ぐらいで、5台から始めたのから、今、10億円もらったそうですわ。第一タクシーで、第の、第一タクシーね。第の代。代表の代じゃない。第の代。第 <laughs> まあ、それはいいんだけど。 何かやろうと思ったなんかきっかけね。その人はそういうきっかけで、一台気づいたけど。わしの言うたこともたぶんね、10万人する人、一人もらで、俺はね、こういうことやってる、俺ね、アフリエットまあ、いろいろ難しいサーバーやって、テストできから、えー、っと、そごいやったでしょ挑戦の人ですわ。挑戦してね、そごいやばすかだ。女やったらもう言ってるんですかね。で、俺女やったらね、もう一つあるんですわ。 女って女の女性の皆さんよ聞くとき、あの、ハムスターとかね、X、俺としようといいよ、X ビデオとかね、えーとね、もう一つね、XNL ビデオか。ね、その中にチャットコーナーなんですわ。これ今頃ね、あの、ビログじゃないな、あの、ライブ発信ってあるでしょ話が発祥ってたら。ライブ発信ね、あれね、顔出して俺にもやっとるけど、だけせんきの女はね、はい、1億儲かれました簡単なんですあのね。 男やから儲かりようがないよ。な,なんもかえっとくか知らんけど、一時間に。だからね、女性の皆さん教えてとく。あのね、あの、日本でね、例えばあの、あそこ出してね、あの、何 <laughs> とかで7億稼いだ、例なんでね。あそこを後で URL から売るようにして販売して、いや7億稼いだそうですわ。それはまずいで捕まっとるけど、このね、ライブチャットは多分ええと思う。発信者とかね、アメリカかどうかとするでしょ。 で、ここで移しても向こうのあっちから全世界に行く。それがね、男も人工だしてね。で、女もね、機械作っうたり、女にしたり、もう広げたりね。また広げたり、結無したりね。ドリル作っうたりね。それで金入るんですわ。投げ銭機能があるんですよ。だからバイトはこれにしてください。AV っは刺されたり、なんか声ためつけられたりね。寒いとこから、何あの、水につけられたりね。水かぶされたり、叩かれたりね。あれ AV ってひどいね。拷問や。 で石崎5、お前、晴れさしまうんですよ。少し興味出てきたけど。まあ、そういう話題でした。いいでしょう、わしの話。皆さん、あの、チャットは金になるよ。顔出さんちは、あそこ出さんでいいんだから。ね、だから今頃は、いわゆるライブ発信で1億稼ぎました。ただ日本の話。さっき言った通り、実行生徒やんけど、こういう話題もあるんです。俺じゃ知らんよ、この話。インターネット経由23年。 四十で俺だけこんなこと言うともういいよ。